皆さんこんにちは、日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈です。毎週金曜日の夜に配信しているスッキリニュースベスト3、今週も始まります。ということでですね、今日は私があれに挑戦します。行ってみましょう。スッキリ、今週のスッキリニュースベスト3第3位はこちらです。じゃん、峰先生がまさかの、スッキリで最近出演していただいている峰宗太郎医師、いつもですね、新型コロナウイルスについて本当に分かりやすく、アメリカから中継で、説明してくださっているんですけれども、そんな峰先生がまさかの新垣結衣さんのファン歴20年というまさかの一面が分かったんです。今週これはちょっと大事件でしたね。いや本当におめでたいなと思ってますね、いや本当にね、大ファンなんですよ。新垣結衣さんがデビューされてしばらくした頃から、その雑誌、モデルをされてた頃からのファンなんで、手につかないですね、これしばらく。新垣さんの20年のファンとしてしっかりと語っていただいたんですが、その時の峰先生の笑顔が見たことのない笑顔をしててあ、峰先生ってこんな風に笑うんだと思って、いつもどっちかというとこう新型コロナウイルスのお話をこう真面目にしっかりとお伝えしているっていう、こう印象だったので、あんなこう何でしょう、幸せそうな、もうこっちまで笑ってしまうような、そんな笑顔を見られて嬉しかったです。幸せでした。で、一方でですね、モーリーさんはご存知なかったそうなんですよ、2人のこと。あ、日本国内でこういうことがあったんだということを知りました。はい、おめでとうございます。峰先生、こんな人がいますよ。はい、森さんは後で体育館裏に来ていただいてですね、ちょっと説明させていただきたいと思っています。懐かしいね、体育館裏だって。峰さん、そういうツッコミもするなと思った。なんか峰先生の、他の一面も見られてすごく印象に残ったんですが、いや、これは本当かなり驚いた出来事でしたね。スッキリ、スッキリニュースベスト3第2位はこちらです。じゃん、岩トピ宅麺にて。はい、お店のラーメンがそのまま自宅で楽しめるという、こう宅麺というサービスを今日岩トピでご紹介したんですけれども、味の感想、ちょっとラーメン見せてよ。牛乳は別にいらないんだよ、ラーメン見たいんだよ。味を知りたいな。うわ、すごい。牛乳もいいんだよ。牛乳を飲んでいるそのね、映像がかなり何回かあったと思うんですが、あのラーメンを食べるにあたって一本飲み切りました。はい、決してね、本当にビジネス牛乳ラバーではなくて、リアル牛乳ラバーだということは分かっていただけたんではないでしょうか。実際のとこ、ラーメンと牛乳ってどうなんですか。いや、ベストマッチングオブディスイヤーですね、本当に。スッキリ、スッキリニュースベスト3第1位発表のその前に、おいしょ、岩田絵里奈の個人的ニュース。はい、今日はですね、初めてこの YouTube 私服で登場しております。これ初めてです。今まで衣装で毎回撮ってたんですけど、今日はちょっと私服を取り入れてみました。で、これはスタイリストさんからおすすめされて買いました。初めて開けました。今日朝4時ぐらいにタグ切ってきました。はい、ちょっとこんなね、ちょっと普段自分が着ないような服もこれから取り入れながら日々ちょっと楽しんでいきたいんですけれども、ということでですね、もしかしたら今後も私服で登場するかもしれません。第1号でした。スッキリ、今週のスッキリニュースベスト3第1位はこちらです。じゃん、私もほにゃららに挑戦したい。ありがとうございます、ありがとうございます。今週の火曜日、WE ニュースのコーナーでウエンツさんがツイッターで募集した登場の仕方を毎週してるんですが、今回は竹馬だったんです。竹馬、私も挑戦したいということで、今日はこの後挑戦したいと思います。怖い。これ持つとことかどこがいいんだろう。めっちゃ怖い。これ誰かできた人いますか。いないです。私だって学生時代100人中80、90番台ですからね、運動神経。なんでこれに今挑戦しようとしてるのか。
無理ですね。厳しいですね。世の中甘くないですね。本当に。ちょっと練習します。この動画がいいねと思った方、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。そして来週も朝8時からスッキリぜひご覧ください。